よし、じゃあどうしようかな。アゾフ、君は、いやでもこいついけるか。アップグレード取りに行ってくれたまえ。いやー落差結構あるなこれ。いやこんな降りたらダメかもしんない。どこから行くのが正しいんだろう。もうさっぱりわかんないな。こっちか。こっちはこっちでって感じするけどな。いやーでもこっちじゃねえかな、やっぱ早いのは。降りられない。いやー急だな、これは無理かな。向こう側、向こう岸から降りる方がいいか。やばい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 。いやーこれ降り方ちょっと怖いね。よーし、たどり着いたぞ。さて、何でしょう。切り替え式、レフロック、もしかして。オッケー、来たー。ペイスター6000じゃなかった、ペイスター 5600TS の切り替え式レフロックだ。これを待ってた。素晴らしい。さて、じゃあいったんここで待っててくれ。お、燃料キャリアトレーラー、ここに置いとく必要ない気がするな。ここだって修理も補給もできるから、これ持ってっちゃえばいいんじゃない。いやこれでもさすがにつかねえよな。クレーンプラス3スロ2台だもんな。これは無理だしょ。てかもし着いたら相当やべえけど。チュ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 、え、着くの。マジか、こいつすごいな。3スロ2台でクレーンつけてトレーラー引けんの。やば、めちゃくちゃ恵まれてんな。じゃあこれで燃料問題も解決だぜ。引っ張っていくのはちょっとだるいけどな。
よし、アップグレードを取りに行くぞ。AWD 使い放題だぜ。すごいな、ちょっとこういう行動を取ることを見越しているかのような配置だな。お、意外と厳しいっすか。まだでもこいつはデフロックというパワーアップを1個残してるからな。まだこいつは強くなるよ。ここ意外とあれだね、道自体は、まあ、ぬかるみあるけど斜めったりとかはそんなにないかもしれない。意外と走りやすいな。まあでもここそんなに走ることないよな。いやーちょっとこのアプローチは厳しいっすね。ここ行っちゃおう。やばい、これはダメだ。おけまかけだ。どこここ。ああこういう感じか。ここで？やばいっす。なんかこう見た目に反して斜めってんだな。草が生えてるせいかちょっと予測しづらいわ。いやーなんか高いとこにあんな。何それ。あ、こっち側から回り込めばいいのか。そういう感じね。そうする。いや、お前ならいけるんじゃないか。あ、ここにタイヤがないからここで引っかかるんだ。なるほどね。オッケー、いや大したもんだ。さて微調整か。俺あんま使わないんだけどな。ハンマースカウト、ああなるほど、スカウト系に使える微調整か。さてこいつはさ、ここか。
でもここなんてさ、あ、そうかそうか、これなるほど。じゃあどっかから川、あ、ここに川があるな。ここ渡れたりしないですか？なんか色的に渡れそうな息粉があるのここなんだけど。じゃあ結局これ回り込んだ方が良かったんだな。ちょっとここまで行ってみよっか。ただ君はあれだぞ、燃料タンクをさ、せっかく見つけたやつを引っ張ってるから、できたら生還してほしいんだがね、回収ではなく。まあ購入してないからお金的な損はないんだけど、やっぱりちょっとアゾフと違ってローも積極的に使っていかないとダメかもな。あいつ基本何でもオートで大概どうにかになっちゃうから。ちょっと空転するか。なんかすごそうなとこに出てきたぞ。渡れそうといえば渡れそうだな。あ、これは渡れますね。行くか。こっちだな。ちょっと斜めるよ、斜めるよ、怖いよ。さて、渡ったけど最終目的地はここなんだよね。道が一応あるのはあるのか。道切れてんな。
まあでもとりあえず道に沿って行ってみるか。なんかこっちの方が良さそうな気もするけどね。いや、めっちゃ低い木が多いな。なにここ。いや、足元が見えないな、怖っ。製材所？木なんだっけ、なんか木材ステーションみたいな。マルタステーションか。マルタ中無限 OK、 いいじゃん。この道でたどり着けるんじゃないかな。よし、行こう。おーっと、いやー結構斜めってるな。やっぱりあれだね、車高がちょっと上げてあるからかもしんないけど、アゾフみたいにとりあえず走れみたいな感じでは走れないな。あ、ここか。こうかな。どっから、あ、ここ、ちょっと燃料補給しようか。燃料タンク置いてくればよかったかも、下の道に。 OK、 到着だ。到着だ。到着しないな。到着だ。ほい。さて、
うわー、すごいとこに置いてあるな。怪奇現象。そんで、あー、トライアルか。トライアルって言うんだっけ、コンテストか。あまりにもやらなすぎて名称を忘れてるわ。なるほど。南の端がここだね。ってなると君の仕事はこの怪奇現象を受注することだな。誤ったターンもう受注してないのか。誤ったターンってなんか別のとこでも、あ、ここだ、受注してなかったのか。え、あ、これを回収するの。いや、これ大変だぜ。こっちに持っていく感じなのかな。橋が直れば回収しやすくなる感じかな。わかった。じゃあ一旦ここの道に降りてもらって、この辺でいいかな。でタンク切り離すか。でその後こうだろう、これ受注で回収でいいよ。どうやって降りよう。バックはちょっと怖いな、どれらがいるからな。ただな、こいつこれ長いから前からも行けそうだよ。いや、でも前はちょっとあんまり行きたくないんだよな。ぐるっとこいつ回転できないんじゃない、長いから。そうだよな、そうだよな。この感じのバックは横転するやつだよ。怖い。 OK。 ちょっと置く場所がむずいな。じゃあとりあえずここで君は切り離すね。そしてもっと言うと、ちょっと戻しておきたい感じはあるんだよな。いや、でも3時、こんくらい。やばい。中抜けろっつってる？マジかよ。いやー、斜めってるなー、怖いなー。ここはやば、 AWD オンのままだった。
オッケー。怪奇現象。あんたは地元民じゃないよな。俺はカーターだ。最近森の中で何度も変な光を見たんだ。怪しい実験をしていると睨んで、座標を書いたから様子を見に行ってくれよ。これもしかして行くだけ系か？あーでも3箇所あるんだ。ここ、ここ、ここ。スカウトが推奨されます。なるほど。わかった。確定。そうだな、ちょっと行ってみてもいいけどな、俺。ただ今のガソリンで行けるかな。121か。2箇所はまあ行けるんだけど、ここは無理かもな。ここの様子もちょっと見に行きたい感じはあるんだよね。 OK。 ちょっととりあえずこの2箇所、3箇所中の2箇所潰すことをちょっと目標に行ってみましょう。今のガソリンで行けるかどうかわかんないけど、まあ、行けるところまで。おっと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 、森抜けるって手もありますよ。やってみる？どうせだしな。力試しにはいいかもしれないよ。どっちにしても見えないな。やばい。ああ転んだ。もうどういう状況で転んでるのかさえ見えないな。ちょっと無謀だったな。別にこいつが悪いわけじゃないよ。今の俺が悪いんだ。まあスカウト推奨っつってるから、後でスカウトで行こうよ。さて、そんで君はだね、これがつくんだよ。よーし、これでまたパワーアップしたぞ。さて君は丸太の注文、川の中のトレーラー、これ受注しなきゃいけないね。でもこっち側はとりあえずそれだけ。